104-104ZS クーペ・プジョー104は、フランスの自動車会社であるプジョーが1972年から1988年まで生産した大衆車である。シトロエンの LN とビザ、タルボサンバは、姉妹車に当たる。プジョー初の3桁数字が、1から始まるボトムレンジモデルとして開発され、同じ1972年にデビューしたルノー5と同クラスで競合した。 トランスアクスルの上に横置きエンジンを重ねた石後に素式の全輪駆動車であることは兄貴分の204と同様である。ピニンファリーなのデザインになるボディは初の2ボックスとなったが当初はバックドアではなく独立したトランクリットを持つ4ドアセダンのみで登場した。車体寸法は全長全幅全高イコール3580。 ミリメートル1520ミリメートル1390ミリメートルであった。エンジンは204と同系列の全アルミ合金製の直列4機搭載チェシーであるが、シリンダーブロックは後方へ72度も傾けて搭載されている。水平近くまで倒されたエンジン上部はスペアタイヤの収納場所に当てられている。排気量は204より 100cc 小さい954。 cc で最高出力 46ps 6000rpm を発揮した。1976年にはバックドアを設けた小ドアセダンの GLS を追加発表し、エンジンも204と同じ 1123cc50ps 4800rpm に拡大された。さらに1979年には 1200cc、1400cc もラインナップされた。 1983年には205が登場したが、105は、結番のまま104が1988年まで16年間にわたって継続生産され、累計生産台数は162万4992台に達した。後継モデルは生産中止から3年後の1991年に登場した106となる。 104クーペは1973年に追加されたが、204、304クーペのようなスポーティーモデルというより、ルノーごと直接対決するためのより小型の3、ドアハッチバックという性格であった。前後は、セダンと変わらず、ホイールベースが短縮され、全長全幅前高は3370ミ、mm、リメートル1520ミ、mm、リメートル1360ミ、mm、リメートルとなった。 1975年には 1360cc、80PS、5800rpm エンジンを持つスポーツモデルの ZS も追加された。104は当初純粋なプジョー車として開発されたが、プジョーが1974年にシトロエンを吸収合併し持ち株会社、PSA プジョーシトロエンを設立、さらに1979年に クライスラー UK 及びシムカを参加に収めると、両社のベーシックカーのベースモデルとして104が使われることになった。1975年デビューのシトロン l n 1978年発売のビザ、1981年登場のタルボサンバはいずれも104のフロアパンを用いた姉妹車である。なお、ビザとサンバは当時インポーターであった。 西武自動車販売によって日本にも輸入されたが104は正規輸入されることなく終わった。ありがとうございます。